くるぶしです。それは使わないくるくるちょもちょもくるちょもちょも今日はいい日だね。さあちゃん見てるくるぶしです。そうです。いやーいいスタートですね。爽やか。いやほんまに、久々に2人で、はい、今日は何時に来たの。今日はですね、おまんじゅう食べに来たの。おまんじゅう、おまんじゅう今日はですね、あのアマゾンのタイムフォーマットだね。買いました買いました皆さん。買ったね。ね、YouTube やってる人だと結構やっぱさ、アマゾンのタイムセールって何買ったか気になったり、みんなさ、みんなおすすめをすぐ動画にアップしやがるからね。ああ、そうね。大手はそれだけで数字取りよるから。そうね。ふざけんなよ瀬戸さん。あのかなり注目される、アマゾンタイムセールなんですけど。大好き。大好きね。大好き。何にも欲しくなくても見ちゃうもんね。見ちゃう。気づけば2時間経ってる。上の誕生日プレゼントというか。何ハスラー買った。それ本当に本当に待ってる。じゃあそれを早速ご紹介したいと思います。お、それはこちらです。マルちゃんいくよ。よしょ。健康的な23mmF1.4 んだい。ついに単焦点デビューしちゃいました。いいよ、おめでとうF1.4 の世界へ来ました。来ちゃいました。来たね、はい、単焦点なんか何本あってもいいですからね。海外逆輸入版ってやつで、うん、説明書だけ英語なんですよ、うん、あ、まあ、全然英語ペラペラやん俺。そう、英語ペラペラだから。あのそれ以外は日本のあの製品と全く変わんなくて、うん、ちょっと安かったんですよ。もう素晴らしい、もう全然いいよ。日本版は今55,000円ぐらい、うん、輸入版は、42,000円、お2,000円ちょっとの、はい、動画にかなり向いてるんですよね、うん、フォーカスの音がかなり小さいという、うんうん、富士の XF のレンズって、うんうん、最近その 33mm が出たからあれやけど、うん、昔からの今でもその現役で頑張ってる 35mmF1.4 とか、はいはいはい、あいつらもマジうっせえからね。あ、そうなんだ。チーコ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 、オレ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 、ジマル磯貝博光。我らみたいに動画いっぱい撮るってなった時に、うん、でもこのトキナーの音を出すの速さと静かさは、うん、まあいいでしょう。しかも 23mm っていうね、その画角、うんうん、他にないから、うんうん、X マウントだけじゃない 23mm っていうのがあるのは。あ、そうなんだ。で、なんかその 23mm がある理由っていうのも、うん、なんかその富士のホームページとかで書いてたよ。出た、俺より富士歴が浅いのにめちゃくちゃ詳しい。今日はこちらですね、ちょっと撮ってみようかと、思いまして、このちょもちゃん家にね、あの置いてあったこの小江戸ビールをね、川越で買います。もうね、全部まずい。ね、ちょもちゃんちょっとあのカメラあるんですけど。そうですね、うん、ちょっとそのカメラ自体の性能は、うん、ちょっと S10 よりもだいぶ劣るんですけれども、はい、富士機で X の T20 用意しまして、はい、で一応その同じ画角 23mm の、うん、F2 っていう XF レンズがあるんで、はい、まあ、その 1.4 と F2 だとどんぐらいのボケとかが違うかだったりとか、 あとはまあその純正と、はい、そのまあ、サードパーティーレンズ で、でそのボケ方の違いだったりとか解像感とかどんぐらいちゃうのかっていうのをちょっと比較して見てみようではないか。そしてそれをね、小江戸ビールで、あ、いいですね、させていただいてですね、素晴らしい、やっていこうではないかと、はい、ありがとうございます。はい、じゃあそれでは行きましょう。はい、やりよう。じゃあ早速装着しちゃうんですか。装着しちゃいますよ。挿入しちゃうんですか。ちょっとあったかいよな、本当に。じゃあ、撮りますよ。何の。装着感はこんな感じですね。まあ、ちょうどいいね。もうかっこいいです、うん、あの金属なんですよ全部。ああいいね、はあ、重厚感。別になんかその、うん、そんなめちゃくちゃ重さを感じるってほどでもないかな。あ、これでね、あのちょっと早速ちょっと撮っていきましょうか。撮っていきましょう、はい、正面で、正面で。
あとはもうちょっともうこの子は置いておいて、そいつがどういう性能があるかっていうのをちょっと今からですね、はい、いいですけども、うん、どんぐらいまで寄れるの？ここまでいきます。おー結構寄れるね。30センチぐらい。そうね、横から行くとここ。30センチとかやね。うんうんうん。まあ寄れるね。寄れますね。じゃあ一回ちょっと2でも取ってみてくれ。あ、OK です。レンズって最大開放にしてると若干解像度が甘くなったりするけど、うん、まあ、1段2段絞るとパキッてするっていう、しっかり、へー、 1.4 とかだと、まあ、1.8 とか2で取っておくと、はい、解像感が結構上がるみたいな。開放がいいわけではないですね。そう、でも、うん、開放にしてても、うん、その解像感どれぐらいあるのかとかっていうのも、うんうんうん、レンズによって全然違うので、まあ、この子はどうなんやろうねっていうところでちょっと、うん、ちょっと俺には手の負えない領域なんですここですね。うん、まあ、時のあの 3mm っていうのはこんな感じだよっていうのはですね、はい、そうですね、あのちょっとじゃあ最後に、うん、あのみんなに、まあ、こういうのを買った時にね、うん、あの僕が思うことを一つ言っておきたいことがあって、なるほど、あのやっぱ一番高いものを使わないと、うん、あの例えばね、野球でいいグローブ使って、うん、とあ届いたみたいな時、その時にすごい安いグローブで取れなかったっていう、さあ俺のツッコミを待てなかった。自分で言ってもうた。めちゃめちゃそれヒカキンさんのやつやないかーいってツッコミ思ってた。いいものじゃなくても、うん、みたいな気持ちもわかるね、うん、すごい安くていいものも、うん、絶対そのあるのはあると思いますし、うん、ただこと電化製品にかけては、うん、高いもんが絵に決まってるんですよ。おーっと、そんなもんね、はい、新しくて高いもんが絵に決まってるんですよ。おー、だって機械なんだもん。名言が出ましたよ、ね、その知ってると知らないはもう、うん、雲泥の差です。いいものを知っているのと知らないまま頑張るのとでは、うん、やっぱ全然違うので、やっぱりその仕事に使うものは無理してでも高いもの買った方がいいっていうのは一理あると思うんですよ。あ、なるほど、完全に。あ、それを一回知った上で安いの使うっていうならいいです。なるほど、引き出しに一回入ってるから。はいはいはい、はい、でも空の引き出しのまんま安いのでも全然いけるよって言ってるやつはマジでガッてよ。アイム超だ超だだそうです、そうです。だから、はい、このレンズはいいよね。いやー、そうですね、もうあの富士とかのレンズよりはまあまあお安いんですけど、まあ一般からしたら高いんだよね。いや高いよ、うん、4ユキチあったら何買えるって話ですよ。子供いるんですよこれ。12回払いですから。ね、お仕事にも活力を与えたくて、うん、いやいやいや本当に、うん、いやめちゃくちゃいいと思う。はい、富士のユーザーさんがいらっしゃいましたら、あのまだね、あのタイムセール多分終わってると思うんですけど、たまにね来ると思うんで、あのよかったらお揃いで使ってみましょう。ちなみにあの 33mm の方はもうちょっと安いです。そうだね、タイムセールの時3万5000円ぐらいなんですよ。言ってたね。はい、動画にも使う、うん、で、まあ、写真も撮る、うん、でなったら絶対 23mm で撮る。そうね、33だと動画はきついですね。動画はきついと思うね。今買い時です。買い時だね。さあ、お電話どこにテレビショッピング。今ちょっと作例をね、これからちょっとバンバンバンと出していきますけれども、はい、実際撮ってきてるんやもんね。あ、何枚か、そうですね、さっきちょっと家族とこんな感じで今日はお送りしました。今日はですね、この健康時の23mmF1.4 買ったよの作例など、ご紹介しました。ありがとうございました。めっちゃかっこいい。ありがとう。君がくれたのは紛れもない愛なんだ。
パンチラートに行こうか。